オリンピックのサッカー競技グレートブリテン代表はオリンピックにおいてイギリスを代表するサッカーナショナルチームである。現在においては通常は存在しない。オリンピックサッカーグレートブリテン及び北アイルランド代表と称されることもある。1922年以前はオリンピックサッカーグレートブリテン及びアイルランド代表として参加していた。 ここでは主に男子チームについて取り上げる。女子についてはサッカーイギリス女子代表で取り上げる。現在の五輪男子サッカー本大会は23歳以下という年齢制限があるが3人までの24歳以上のオーバーエイジ選手も参加できる。本チームは最初はイングランドサッカー協会によって組織され1908年ロンドンオリンピックに出場し、 その後1972年ミュンヘンオリンピックまでオリンピック本大会あるいは予選にイギリス代表という名前で参加したがこの時期のオリンピック代表は FA によってアマチュアサッカーイングランド代表をもとに組織されていた職業選手はこのチームに匹敵していた FA がアマチュアとプロ選手の区別を撤廃した後オリンピックチームも解散した世界初のサッカー協会である ザ・フットボール・アソシエーションが1863年に結成されたとき、その地理的権限の範囲は明確でなかった。イングランドのみを対象とするのか、イギリス全土か、あるいは全世界なのか。この疑問は1873年にスコティッシュ・フットボール・アソシエーションが設立されたときに解決された。世界で3番目のサッカー協会は1876年設立の フットボールアソシエーション・オブ・ウェールズ4番目は1880年設立のアイリッシュフットボールアソシエーションである。ゆえに、サッカーはイギリスのカントリーそれぞれの協会とナショナルチームで発展し、イギリスサッカー協会が結成されることはなかった。サッカーが1900年パリオリンピックにおいて公開競技として開催された時、アップトンパークをはじめとするクラブチームが参加した。 アップトンパークが優勝し、後に国際オリンピック委員会によって遡って金メダルを贈られた。1908年ロンドンオリンピックにサッカー競技が採用されるよう FA は IOC を説得した。この大会にはすべてイングランド人選手で占められたチームが出場した。ある資料ではこのチームをアマチュアサッカーイングランド代表と言及しているが、その他では 全ての参加チームを単純にグレートブリテンと分類している。このチームはイギリス代表として参加し、そのように記載されていたにもかかわらず、公式試合リポートではイングリッシュチームと呼ばれている。その他のホームネーションズのサッカー協会と FA によって組織されたアマチュア選手によるグレートブリテン代表が今後の大会に参加するという取り決めが交わされた。 このチームの構成は時間とともに変わっていた。チームは圧倒的にイングランドの選手で占められていたが、ある年にはイングランド以外の選手がメンバーに含まれることもあった。グレートブリテンはロンドンで行われたオリンピックにおける初のサッカー競技で優勝した。このサッカー競技は FA によって開催され、全試合はホワイトシティスタジアムで行われた。グレートブリテンは サッカースウェーデン代表とオランダと戦った初めの2試合に勝利した。決勝はデンマークと対戦し、ビビアン・ウッドワードとフレーデリック・チャップマンがゴールを挙げて2対0で勝利した。グレート・ブリテンは1912年大会でも優勝した。1908年大会と同様にブリテンは決勝ではデンマークを破り、全3試合に勝利した。 前回大会の決勝で得点を挙げたウッドワードは、この大会で首相を務めた。イギリス代表はプロフェッショナリズムを取り囲む、紛争によって1924年及び1928年大会には出場せず、またこのプロフェッショナリズムに関する問題はホーム、ネーションズの国際サッカー連盟からの脱退や、FIFA フフワールドカップの設立に、最終的にはつながった。その後、 グレー・ト・ブリテンは1948年大会から1972年大会までサッカー競技に参加したが、1960年以後は本大会に出場することができなかった。最も良い成績を収めたのは、ロンドンで開催された1948年大会である。準決勝でユーゴスラビアに敗れ、ブリテンは今一度デンマークと相見えた。しかしながら、 今回は5対3でデンマークに敗れて、銅メダルを逃した。グレートブリテンの最終2試合は、ウェンブリースタジアムで行われたが、クレーブンコテージやハイベリーでもプレーした。1946年以後、グレートブリテンはオリンピックで目立った成績を残せて、いない。1952年ヘルシンキオリンピックでは、ルクセンブルクに敗れた。グレートブリテンの最後の試合は、 最後の試合は、ブルガリアチームとの予選であり、ホームのエンブリーで1対0で勝利した後、5対0で敗れた。1974年に、FA がプロフェッショナル選手とアマチュア選手との間の壁を壊した後は、イギリスオリンピックチームは大会に参加しなかった。1972年、オリンピックは、プロ選手の参加規制を緩めたが、イギリスチームは参加していない。 ホームネーションズのチームはオリンピックのヨーロッパ予選を兼ねている UEFAU-21 欧州選手権にそれぞれ単独で出場している。これはグレートブリテンチームが予選を通過できないことを意味している。過去に以下のような個々のチームがオリンピック出場資格を得る順位まで勝ち上がったことはあるがオリンピックには出場することができなかった。イギリスオリンピック委員会は 当初2008年夏季オリンピックへの出場の可能性を除外することを拒絶する姿勢を示していたが、チームは参加しなかった。イングランドは UEFAU-21 欧州選手権2007で準決勝に進出して、オリンピックへの出場資格を得たもののイングランドとして出場はできないため、イタリアとポルトガルがプレーオフを行い、イタリアが出場資格を得た。 イングランド女子代表もまた 2007FIFA 女子ワールドカップの成績により2008オリンピックへの出場資格を得た。しかしホームネーションズのその他3協会の承諾を得られずオリンピックには参加できなかった。2012年のオリンピック開催地としてロンドンが決定したことによりイギリスはホスト国としてサッカー競技にチームを送る権利を得た。イギリスオリンピック委員会は サッカー代表が参加するであろうと述べたが、スコットランドサッカー協会はホームネーションズが統一チーム編成の可能性を討論する会合への出場さえも拒否し、ウェールズサッカー協会は交渉から撤退した。2007年10月、アイリッシュフットボールアソシエーションもまた統一チームに参加しないことを発表し、参加を望む協会は FA のみとなった。2005年に、 ボアによって行われた世論調査では、スコットランド人の多数が2012年オリンピックにおけるチーム結成を支持していると主張されている。全4ホームネーションズの公式ファンクラブによって公表された共同声明では統一チームを作る計画に対する反対意見が表明されている。様々な有力政治家もまた2012年オリンピックにイギリス統一チームを参加させるべきかについて、 彼らの意見を述べている。英国首相、ゴードン・ブラウンは2008年オリンピックの期間中に、それがホーム・ネーションズの自立性に影響することを認めながらも、イギリスチームを望み、それに対して働くつもりであると述べた。スコットランド自治政府首相、アレックス・サモンドはこれに続いて、イギリスチームへの反対意見を表明し、ブラウンは、スコットランドのことにひどく、うといに違いないと主張した。 この計画に対するスコットランドサッカー協会の反対意見は主にホームネーション。これは FIFA の規約で認められているホームネーションズの特別な地位が失われることを意味している。FIFA フフ会長ゼップ・ブラッターは2012年に合同チームを派遣することによって彼らの地位が影響を受けることはないとイギリスの各協会に確約していた。スファは ブラッターの個人的な見解と許可は、彼が退任すれば、問題にならず、スファの地位を危うくすることを望まないと主張し、立場を変えることを拒否した。ブラッターは2008年3月に、イングランドの選手のみで構成されたチームを、参加させるべきと述べたことから意見を変えたように見え、統一チームによってイギリス4協会の独立した地位は傷つきかねないことを示唆した。 欧州サッカー連盟事務総長で、スファの元事務総長でもあるデビッド・テイラーは2008年8月に、イギリスオリンピックチームは、個々のホームネーションズの存在を脅かすだろう、と述べた。テイラーはまた、ホームネーションズの特有の地位は、他のフィファメンバーによって、以前から攻撃を受けており、この地位を守るための保証が与えられないだろうとも、述べている。日本で開催された。 フィファクラブワールドカップ2008に合わせて開かれた会議において2012年オリンピックへのイギリスチームの参加の見込みについて承認する権限を持つフィファ理事会によって議論されたイングランド人選手のみからなるチームがイギリス代表として参加することで最終的に4協会間で合意に達した北アイルランド、スコットランド、ウェールズのサッカー協会は彼らは参加しないが イングランド単独での参加に反対しないことを記載した共同文書を FIFA に送付した。この合意は全4協会から選手が選考されることを望み、イングランド人選手のみを選ぶことは潜在的に差別的であると出張するイギリスオリンピック委員会から異議を申し立てられた。ジムボイスはボアによる選手選考には法的制約はないとコメントし、 スファは、スコットランド人選手の参加を拒む、法的根拠はないと認めていた。2011年10月、FA は、スチュアート・ピアースが、ヘッドコーチに就任すると発表した。オリンピック本大会前に先立って2012年に、チームは2試合の親善試合を行った。2011年11月、400メートルハードル世界チャンピオンの、デイビッド・グリーンは、 チームギガバイトに反対であると話した。グリーンはオリンピックはサッカーの頂点を決める大会ではないため、オリンピックにサッカー競技は含まれるべきでないと感じていると述べた。彼はまたサッカーチームの報道がその他の競技者に対する興味を覆い隠すことの恐れを表明している。グリーンは自分の考えはほとんどのアスリートに共有されているだろうと主張した。 最終的な統一チームメンバーは、イギリス本土4協会のうち、イングランドとウェールズの2協会の選手のみ選ばれ、スコットランドと北アイルランドの2協会の選手は選出されないことが2012年6月29日、判明。同年7月2日に、ロンドン五輪に出場する本登録の選手18名が発表された。イングランドから13名、ウェールズから5名選ばれた。 ロンドンオリンピックはイギリス男子代表12回目の出場でイギリス女子代表は初出場となる。イギリス統一男子五輪代表のスチュアート・ピアース監督本人はイングランドだけでなくスコットランド、ウェールズ、北アイルランドの4協会所属選手すべてが先行の対象としていた。ロンドンオリンピックはイギリス代表12回目の出場となった。 イングランドサッカー協会は2015年3月に、2016年、リオデジャネイロ五輪でのイギリス本土4協会、スコットランドサッカー協会、北アイルランドサッカー協会、ウェールズサッカー協会統一チーム再結成を、イギリス本土3協会に打診したが、FA 以外の3協会に拒否されたため、同年3月30日に断念したことを3協会に伝えた。 イギリスは2012年ロンドンオリンピックの前に、オリンピックでは使用されない会場で親善試合を行った。2012年7月20日、ミドルズブラで男子は優勝候補ブラジルオリンピック代表と対戦し、0から2で敗れた。同日同会場でダブルヘッダーで行われた親善試合イギリス女子代表対スウェーデン女子代表との試合は0から0で引き分けた。 男子はイギリスオリンピック代表として試合を行うのは1971年にミュンヘンオリンピック予選でブルガリア代表と対戦して以来41年ぶりである。グループステージオリンピック本大会でのイギリス代表の試合の開催日と対戦相手は以下の通りである。イギリス V セネガルイギリス V アラブ、主張国連邦イギリス V ウルグアイ。 準々決勝イギリス V 韓国1908年オリンピックサッカーグレートブリテン及びアイルランド代表チームありがとうございます。